Hello everyone, it's Yasuka. Welcome back to my YouTube channel. 皆さんこんにちは、Yasukaです。ということで、なんと私Yasuka、チャンネル登録者数、チャンネル登録者数1000人突破いたしました。So finally, I got 1000 subscribers.本当に皆さんありがとうございます。やっと1000人突破いたしました。ということで今日はですね、1000人突破したということで、インスタグラムのストーリーでも質問募集したり、動画のコメントとかでもよく質問をいただいているので、それについて答えていきたいなと思います。 I'm gonna speak Japanese in this video. If you are English speaker, please make sure to put subtitle onLet's get started. まずはですね、私のバックグラウンドから少しだけお話ししたいと思います。私はですね、福岡県生まれで、高校生の時に東京に引っ越して、で高校生の時にオーストラリアに留学1年間しまして、去年の3月に高校を卒業して、その卒業したから12月の去年の12月まではちょっといろいろ世界中一人で旅したりしてて、今年の1月からアメリカの大学に入学したって形になります。本当に最初の夢はモデルになることで、もうちっちゃい頃から、小学生の頃から雑誌のオーディション受けたり、モデル事務所のオーディション受けたり、芸能事務所のオーディション受けて、たくさんで、中学生になり始めなった時ぐらいにどんどん事務所とかオーディションに受かるようになって、やっぱりもう絶対モデルになりたいと思って、その理由で私は東京に引っ越したんですよ。でもまあいろいろありまして、まあモデルになるっていう、トップモデルになりたいっていう夢があったんですけど、まあそれは全然ほど遠くて、まあいろいろまあありまして、モデルになることを諦めて、中学生の時にバスケのコーチがアメリカ人だったので、福岡にいる時に、でその時にちょこちょこっと英語に触れる機会とかがあって、あ英語を喋りたいなって、喋れるようになりたいなって思ったのがきっかけで、東京都が主催してる留学プログラムがあって、それに応募して、見事それに受かって1年間オーストラリアに留学したって感じです。それでまあその時にですね、私はまあUCLA に行きたいってずっと思ってたんですけど、やっぱり UCLA ってすごい大きい大学だし、まあ、カリフォルニアとか LA ってすごい日本人とかアジア人とかも多いし、留学費用もすごいカリフォルニアって高いっていうのはもう知ってたので、私の家庭が母子家庭でお父さんがいないので、全然お金にも余裕がないし、どうしようかなって考えてたんですよ。まあ、ちょうど私のバスケのコーチがLA の人で、まあ、今もロスにいるんですけど、まあ、そこの家に行って UCLA に通おうかなとかもいろいろ考えたんですけど、やっぱり学費とかの関係で、まあ、奨学金を欲しいと思って、もうネットでたくさん調べまして、それで私が今来てるフロリダにあるウェバーインターナショナルユニバーシティが奨学金があるということを聞いて、いろいろ調べて今いる大学にアプライしたって感じです。本当はですね、カナダの大学に行こうかなとか、セブ島、フィリピンのセブ島の大学が本当に安くて、1年間学費が10万ぐらいで本当に安くて、あの授業も英語だし、もうそこに行こうかなとも考えたんやけど、やっぱりアメリカで学びたいと思ってアメリカに決めました。フロリダのここの大学選んで後悔してないし、本当に今はすごい楽しく過ごしているので、ここの大学選んでよかったなって思ってます。アメリカ留学は何年ですかっていうのは、私はもう普通に4年間入学という形で、まあ、留学なんですけど、普通に編入とかじゃなくて普通に入学なんで、まあ、基本4年間なんですけど、私はアメリカの大学って頑張って勉強すれば3年とか3年半とか2年でアメリカの大学卒業したっていう人も聞くし、なので私は3年で卒業できるように頑張ろうと思います。アメリカでバイトしてるんですかっていう質問があったんですけど、私はアメリカではバイトはしてません。すごい忙しくて、部活もやってて
インドアのバレーボールをやってるので、今日なんかは朝6時からジムでウォークアウトがあって、日中は授業があって、その後またウォークアウトと練習があったりするし、あと夜とかはマーケティングとかプレゼンテーションがあるから、そのためのミーティングとかあるので、毎日忙しいんですよ。なのでもうバイトはしてません。そして留学費用について、私が今ここの大学、ここのウェバーインターナショナルユニバーシティは私立の大学なのでちょっと高いんですけど、全部賞金なしで言うと1年間で学費が約200万、そしてこの寮のお部屋が1年間で60万、ご飯朝昼晩とついてるんですけど、このカフェで食べるご飯が1年間で35万、合計したら全部です約300万なんですよ。約300万です。でも私はその大学から賞金をもらってて、それが約今は150万もらってます。なので半分ですね。で150万ぐらい今はなんですけど、プラス私は日本学生機構の奨学金をもらってて、それが月10万もらってて、まあそれは後々返さないといけないんですけど、それを月10万もらってるのと、あとは日本の民間の奨学金がもらえる制度があって、それは私はネットで調べて、それは返さなくていい奨学金なんですけど、それも奨学金としてもらってます。たくさん質問で来るのは、留学費用どうしてるんですかって、高いんですかとか、アメリカの大学ってやっぱり高いですよねとか、いろいろ質問来るんですけど、奨学金があればちょっと抑えることはできると思うし、あとここの大学ってスポーツの奨学金と勉強の用の奨学金もあるので、私はスポーツもしてるし、スポーツの奨学金ももらおうと思うんですけど、行きたい大学とかやっぱり気になる大学とかあったら絶対調べて、費用とかどのぐらいかかるのか、そして奨学金は出てるのかとか、いろいろ私は自分で調べた方が私はいいかなって思ってます。2019年の目標は何ですかっていうのを何人かの方々からいただいたんですけど、2019年、まだもう2月、もうすぐ2月終わるんじゃないですか。この1年間私は有意義なものにしたいし、自分の強みになることをもっともっと見つけていきたいし、もちろんこの YouTube ももっともっと皆さんに見ていただけたら嬉しいなって思いますし、今年2019年の目標は目指せチャンネル登録者数5000人頑張りたいと思います。まだアメリカの大学生活始まったばっかりなんですけど、8月次のセメスターからバレエのシーズンも始まったり、いろいろ忙しくなると思うので、はい、しっかり体に気をつけて、毎日毎日楽しく頑張って過ごせていけたらいいなと思います。これからも皆さんに私の動画見ていただけたら嬉しいと思います。インスタグラム、私のインスタグラムチェックしてみてください。よかったらチャンネル登録といいねよろしくお願いします。 See you guys in the next video. Bye!